こんにちは、こんばんは。はじめましての方ははじめまして、お久しぶりの方はお久しぶりです。ホビドアです。今回はこちらライアンブラックをプレイしていきたいと思います。本作ね、内容ひどいよっていう内容ことで試しに友人に投げたら、Steam っていうプラットフォームでね、友達にゲームをあげることができるんだけど、あげたら送り返されてやれよって言われたのでやります。いや、すごいひどいらしいんですよ。内容的にはステージクリア型の横スクロールアクションね、私が好きなタイプの作品なんだけど、まあ、ひどいらしいです。やっていきたいと思います。まずね、気になった点が一つ、このメニュー画面、ゲーム開始する前なんだけど、今コントローラーで操作してるんですよ。このね、項目変えてるんだけど、ここまず方向キーじゃないと選択できない、スティックで選択できない。なんでだろう。なんでだろうね、わからない。設定できない。でセッティングこんな感じでね、いろいろできると思うじゃないですか。ここに来るとコントローラーが挙動不審になって一切操作ができない。今 Xbox One のコントローラー使用してます。しょうがないので、マウスで、今選択してるんだけど、皆さんにはね、マウスが表示されないように設定してありますが、マウスで操作しています。ビデオ設定はここね、ウィンドウモードとスクリーンのレゾリューション。あれ、もっと設定あってもよかったんじゃないかな。まあ、そこら辺は普通なんで、ボリュームはしっかりしてますね。このようにマスターボリューム、ミュージックボリューム、アンビエントボリューム、サウンドボリューム。ここら辺結構、ちゃんとしてないインディーズ作品多いので、しっかりしてるのいいですね。さてと、では本編の方行きましょうか。残念ながら今作英語になっているので、ストーリーかっ飛ばしながらいきたいと思います。ノーマルとハードがありますね。しっかりとノーマルで、まずここも選択できなかったらコントローラーでクリアしないとダメなのかな。 We lost two ground here。 ちょっとアメコミ風な始まりましたね。あ、ここはちゃんとスティックで移動できますね。え、ちょっと待って、主人公どこ狙ってる、あれわかるかな、UI、 あ、そっか、これね、コントローラーでやってても、あの UI 出るんだ。なるほど。リロードどこ、ちょっと待って、リロードボタンどこ、あ、Y ボタン。なるほど。ちょっと仕様が面白くて、敵、このツインスティックシューターみたいに、これ、上下に、向いてる方向変えてるの分かりますかね。向いてる方向を変えてるの分かりますね。これ、上下、こんな感じで変えてるんですけど、あと Y ボタンジャンプだったわ。こう変えてるんだけど、これ R スティックで操作してるんですよ。上と下には R スティック。左側とかを、後ろとかを向くのって、普通ツインスティック系シューターだと、このまま R スティックで傾けるだけで変わるんですよ。できない。方向キー自体入れないといけない。なので、引き打ちができない。引き打ちっていうのは、例えばこちらを向いて、こっち側に攻撃しながら、後ろへ下がっていくっていう操作ですね。それができない。まずできない。あ、蹴りがあるんですね。なるほど。蹴りがある。素晴らしい。なるほど。リロード、ここね。操作性が素晴らしくまず悪い。で、ダッシュみたいなものがあったね。B ボタンを押すとダッシュだね。これ歩く動作必要なのかなって感じがしますけど、いいでしょう。デフォルトでいいんじゃないかな。引き打ちできないからすごくやりにくい。これちょっと待って、マウスだったら引き打ちできる。あ、ダメだ、マウスでも引き打ちできない。マウスでも引き打ちできない。主人公が向こう側を見ちゃう。ちょっと待って、今マウスに変えたんだけど操作ダメだ。逆側を打とうとすると普通に主人公止まっちゃうね。 Y ボタンで入手。 OK、 弾丸に数あるんだ。大丈夫、死にそうなんだけど。なるほど。すごく操作性が悪いですね。恐ろしく操作性が悪い。うん。撃てない。後ろに微調整しようとすると、下がってしまうので。OK。まだ1回目。まだ1回目。大丈夫。全然大丈夫。スタート。これはそうですね。敵は完全に無視してローリングで先へ進むっていう戦法が正しい気がしてきましたね。素晴らしい。非常に香り立つ作品。はい。これがジャス。こうですね。このゲームの正しい操作性はこうですね。ウォホウォホ、
ジャンプとローリングを駆使して進む、そんな作品だと思います。人を倒すとかそういうのはないですね。こうですね。なるほど、手榴弾がある。無視しましょう。あ、敵も登ってきた。あ、これで完結かな、ゲーム終わりかな、これで終了。あー、なるほどなるほど、ジャンプで向こう側行くんだ。この操作性でジャンプつらいな。こうか。あ、違う違うの、え、違うの、全滅、全滅させないとダメ。あ、ほんと、あ、そういうゲーム、ほんとに。あ、てお前どこから来た、お前どっから湧いた。ちょっと待って、領土ボタンが、お前どうした、そこ登って。ハッピーだね。これ車線あった方がいいだろう、絶対武器に。どこ撃ってるかよくわかんねえや。ちょっと待って、マウスマウスマウス、車線あれ、うあれね、これこれ、ちょっと待って、マウスとキーボードでやらないと無理だ、これが出ないもん。あのこの狙ってる、エイムしてる場所が出るね、クロスエア出てるじゃないですか、あれないとどこ撃ってるかしゃっぱりわかんねえ。これ当たってないよね、当たってないよね。これ弾切れ起こしたら蹴りでしょ、当たってねえなこれ。あいつどこ攻撃してんだ。 OKOKOK 兄弟、あのね、コントローラーでやると割と操作できる。コントローラーじゃん、ごめん、マウス。コントローラーっぽいしちゃおう、上に置こう。コントローラー無理だこれ、コントローラーなかったことにしよう。本当、あのマウスでの、マウスとキーボードでの操作が一般的な、一般的な操作方法なので、シフトでダッシュ、シフトでダッシュ移動を、スペースでジャンプ。お前これ FPS の操作性じゃないか、うん失礼。でこちらに行って、これは慣れてるので別にいいんですけど、ここまでの操作ね。やっぱ引き打ちできねえの違和感しかねえな、これ引き打ちできねえとダメだろこのゲーム。リロードしとこうね、しっかり。終わりじゃない、まだいる。なるほど、このゾンビはジャンプしないんですね。ジャンプするゾンビは緑色のやつ、こいつ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 、このマザーパッカーはちょっとジャンプしてくる。 OK、 分かった。あー、なんか分かりますかね、多分この車に恨みがあるんでしょうね、生前。後ろの方、あの車をひたすらナイフとか、なんか持ってるね、ナイフかなんかで、ね、こうしてる恨みがあるんでしょうね。私も昔使っていた車がね、ラジエーターじゃないんだけど、とある部品がよく故障してたので、もう これ取り替えてやるって言ってね、勢いで別の車買ったんですけど、いや安かったんですね、その別の車が。あの車廃車にしてるところ見たかったね。さて、リロードをして向こう側にジャンプして、こうか。数増えてね、あ、死んだね。よし、わかった、全滅させればいいんだな、大丈夫。今回はマウスとキーボードがあるからいけるはず、大丈夫、多分大丈夫。あ、これコントローラー、どこで飛ばすんだ、コントローラーだと飛ばせるんだけど、普通に。回避どこだっけ、俺ジャンプしかしてないから回避がどこだかわかんねえんだよな、コントローラーで。回避ここら辺、ちょっと押してみてるんだけど、タブじゃないよね、さすがに。タブ回避に入れないだろ、さすがに。指示どうだ。あ、一回シフトを押す、あ、タブを押すと常にダッシュ状態になるんだ、これでいいや。歩く動作いらないじゃんこのゲーム、だっている、歩く動作いらないよね、いらない子だよね、歩く動作。敵来てねえな、うわお、失礼、取り乱しました。これ拾って、ね、回復。ネズミだ、殺したい。あ、殺した、これはいいゲームですね、まさか殺せるとは、これはいいゲーム。ハゲたか、こいつはゾンビなのに腹こうハッてやるのが死ぬんだね。いや全然いいんだけど、犬を倒せた、素晴らしい。
どういうゲームだこれ。以上だ。うわお。ふう。これ多分遠距離じゃない、近距離攻撃使えっていうことなんだと思うんだけど、ちょっと無理。いけた。さっきいけなかったよね。本当に敵全滅させないといけないってことでいいんだよね。間違ってないよね。OK。敵いるね。おっと。勝ちましたね、これは。もちろんスクロールボタンで変わるんですよね。あ、蹴りここか。今更だけど、マウスの右クリックだ。普通だった。考えてなかった。あ、うるせえ。撃つ音うるせえ。下げてるのにうるせえ。あ、あれダメージあるんだね。まあ、色があれだしね。あ、上に敵いるね。ここら辺、急に出現するパターンかな。あ、弾薬あるっぽいな。取ろうか。マウス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 死ね死ね死ね、マウスマウス、よし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 、十分ですね。あ、モロトフあっちに捨てちゃうんだ、なるほど。はい、これ回避のボタンどこ。うん、あれガード中ってことね。回避ボタンどこだか分かんない、ちょっときついな。違う、そうじゃない、主人公、こっち。よし、行こうだ。回避どこさ。ちょっと待ってね。説明見てきた方がいいな。うわー、超いる。画面が？そうか、マウス外に出るんだ。今一瞬もしかしたらね、別画面が録画されていた可能性が非常に高いですが、このまま行こうか。おっと、出家。これマウスがね、フルスクリーンになってるんで画面外に飛ぶ。おっと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 、終わったか、もう。ガッツポーズ。よし、また画面外クリックしてしまった。マウス画面外に行かないようにして、マウスフルスクでフルスクでやった俺が間違いだった。基本フルスクでプレイするんですけど、私あ、これは辛い。回復アイテムがある、取りに行きたい。まずは回復アイテム。あー、ダメだ、ライアン登れ。ライアン、多分主人公の名前ライアン、きっとライアンブラックだからライアンのはず。やった、全開だ、勝ったな。ふぅ、これは勝った、間違いない。これは勝ちましたね。敵もう一体いなかった、お前か。ふぅ、えちょっと気になったんだけど、これ取るじゃん。あ、これ取ると必ず最大値になる、わかるかな。同じ武器なんだけど、取ると弾薬の数が必ず最大値になる謎仕様。素晴らしい。使った分なくなっちゃうとかなのかな。これあっち行きたくねえ。だってほら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 、来た、できた。通常の武器も弾薬なくなりそうなんだよね。やべ、これはやばい。あまり避ける手段がないので早めに倒したい。こいつは犬コロとかは別にいいんですよ、正直。もうステージクリアでしょこれは。おっと、もうちょっとだけ続く。見えねえ。あのゾンビ、思考力あるのか、ゾンビじゃねえのか、何なんだこいつら。お、新しい武器。
死にそう。乱数的に前使ってるやつの方がいいんじゃね、これ。あ、ここもしかしていける？あ、いける。なるほど。はい、死にました。あ、お疲れ様でーす。はい、キット。ちょっと待って。ニューゲーム。はい、もちろんプログレスは。あれ、さっき言ったところって2面目違うよね。あそこまで1面でしょ。さてと、こんなところでライアンブラック終了したいかと思います。感想としては操作性が非常に悪いですね。特にコントローラーでは全くプレイしたくないですね。キーボードではまだ若干プレイしやすいのでいけますけど。回避どこだったろう。ジャンプクリーム、ロールフォーワード、レフトコントロール、左、あ、コントロールボタンか。押さなかったな、そういえば。なるほど。これは私のミスですね。単純に押さなかったので、アウェイラン、タブですね。あれはやらないとダメだろ。これ歩く理由ないんじゃない？今作。コントローラー、とにかく操作がしづらい。コントローラーなんだろう。スティックを押し込むことで、あ、オートランになったのかな。今作非常に安い作品なのですが、操作性が非常に悪いですね。この基本的に。で、ステージも敵倒していくだけなので、っていう感じの作品です。まあ、思った通りといえば思った通りなのですが、本当に問題点としては、操作性がとにかく悪いっていうのが問題ですね。それ以外は特に、バグとかは今のところ発生していなかったですしね、ネタにはしていましたが、本作、ライアンブラック、ぜひ皆さんね、おすすめではないので、購入は控えましょう。友達に送るのもやめておこう。友達じゃなくなっちゃうからね。こんな感じの、なんだろう、もうコメントもしづらいようなゲームなんですけど、途中でネタに走ってましたが、こんな感じの作品になっているので、よろしくお願いします。さて、ここら辺で実況終了したいかと思います。コメントや感想、チャンネル登録などお待ちしております。ライブ配信などもたまにしているので、ぜひ皆さん遊びに来てください。動画下記の概要欄の方に今作のストアページや私のツイッターへのリンクなどを貼らせていただいているので気軽にフォロー&チェックください。もしよければ高評価の方もよろしくお願いいたします。また次のゲームでお会いしましょう。ホビドワでした。お疲れ様です。